天満屋岡山店が毎年行っている企画で、今年は28種類のデザインが集まりました。この中から大賞に選ばれた2つのケーキをパティシエが再現し、子どもに手渡しました。7歳以上の部の大賞は倉敷市の小学5年向井雄飛さんのこちらの作品。マザーっていう英語で書いたところとか、花をバラにしたイメージとか、初めてケーキをプレゼントすることができたから嬉しいです。娘が本当一生懸命描いた絵をプロの職人さんが本当形にしてくれて本当に嬉しいです。本当最高の母の日になりました。6歳以下の部には備前市の4歳岸本美子さんのカラフルなケーキが大賞に選ばれました。レインボーの、あのさ、難しかった、クッキーに書いておったの、同色。ああ、そっか。今日じゃあ持って帰って、どうする、あのケーキ。みんなで食べる。